鬼瓦だ。ああ、本当に鬼瓦なんだ。あ、何鬼瓦で有名な鬼の出入り、めっちゃ鬼。そう、バス。鬼の酒噴水。酒噴水なんかいろいろありますね。ここが元役場か、町役場であったところですかね。で農家園芸屋さんとかがあって、あーなるほどな、これ鬼の噴水、酒噴水、酒が出るじゃなくて、その酒樽のところから、噴水になるっていうような構造なのかな。ああ。ちょっと腹減ってきてんだけど、まずいな。これは、あまりご飯を食べれる場所が、ちょっと探すの苦労しそうなパターンかな。商工会とかありますけどね。どこ？お食事弁当。あ、スーパーありそうか。あ、せっかくなら駅前散歩してきましょうね。そこから多いね。こっからそう、もう直接まだ四日市に帰ってくんなら、まだしも。あ、ちなみにあれですね、もうどうせ特急使うなら京都まで使わんと、はい、きついかなっていう感じなんですけど、福知山から京都の間はね、青春18切符だとあれを使いませんので、特急はね使えないんで、普通に乗車券買ってね、やらないといけませんのでね、一応計算したら、一応先に見といたんですけどね、そうしたら4400円だったかな。ですから、青春18切符はね、1回あたり2450円ぐらいだったっけ、1回あたり2400円ぐらいだったかな、っていうことなんで、この他のところで使ってる全工程も、ね、全然高いお値段をね、落としていく計算になるんですね。なんてことだ。市街地が向こうの方でぼちぼちと駅間散歩するっていう手もありか。大江高校まで歩くか。もうそれだけにしちゃうかね。そうすれば大江高校何時に来る？大江高校前福知山方面なら15時58分。それだと16時25分に福知山。いやきついな。それだときついな。16時25分に福知山着いたら16時43分の橋立で行くか。そっか、快速が止まらねえからか。13時51分にの快速が、あっちだと止まらないのか。駅前をブラッとするだけかな。駅間は無理かな。そうすると、京都方面で、そうすると13時46分。ああ、そっか、気の隙もないから、結局あれになるか、仕立てになるのか。
なるほどな。どうしような、飲み物買いたし、いいか、ちょっとこれミニフレッシュ寄ってってみよう。とりあえずここ寄って、あ、ちょっと熱くなってきたしな。よし、ちょっと作戦を練りましょう。いやー、相変わらず元学校に来るよな、本当に。さあ、ちょっとね、軽く天丼ね、お弁当買ってきたんで、せっかくなんでね、じゃあ由良川近くみたいなんで、由良さん見ながらね、由良さん見ながら、ゆらゆらしながらね、ちょっとご飯タイムでもしましょうかね。こっちでいいのかな、もうそこの堤防なのかな。ありがたいことにお茶も57円とかなんで全然安いですからね、ありがたいですね。家も65円でしたからね、安かったっすね。で、なんかプライベートブランドのやつか、暮らし物が入っとったかな、ということで安くなってましたね。よし、で、鬼伝説があるんだ、なるほどね。なんかちょっと鬼滅の刃とかで盛り上がりそうなあれですけどね、どうだったんでしょうね。おお、急に暑くなってきた。曲がってちょっと行ったらいい具合で由良川見えるみたいなんで、あ、ちょうど駅のあれの下ですね。あ、ちょっとおらんで、まさか下に下げて、本当だ、めちゃくちゃ鬼押しだ。ちょうど赤鬼ね、ちょうど赤鬼に何がちょうどなんかよくわからなかったな。